ばんは。マメスはおはよう。やりたいね。家どういたしまして、ちょこちょこ上げていきます。ハロー。ちょっとサボり気味だったんで、やらんとGT 僕仕上げたすぎてめっちゃやってましたわ。やらなら。嘘、俺まだオフ対戦やったことない。マジか。オフ対戦したいな。ちょっと、アメリカ行った時に立川と同じ部屋なんで、僕持っていくんで、立川とやろう。立川さんやってくださいよ。これアカウント合ってるよな。ちょっと待って。なんで？あ、俺の配信終わったわ。あれ？俺の配信が。消えてる？なんかフェンリッチの配信始まってんけど、俺のやつ。あれあ、見えてる？あれマジで？なんかフェンリッチのドラゴンボール始まってんけど。フェンリッチのすごい、ヒゲ面のベジータ始まったんやけど。あれいけてる？ちょっと待ってくださいね。俺の方だっか。あ、いけたわ。あ、いけたいけたいけた。フェンリッチすごい、ヒゲ生やしてるな。いけたいけた。いや、発行されてない。ギリギリ乗っ取りました。昨日、ヘンリッチとドラゴンボールやったんですけど、GT 悟空分からなさそうすぎて、結構苦労しましたね。かなり機能したな、昨日は。あれ、分かってもきついと思うんやけどな。お疲れ様です。あ、出た！立川が使うって言ってたから、これ俺覚えなあかんねんな。トゲピー、チェックプレイ。フェンリッチヒゲ超似合いそうっすよね。フェンリッチヒゲ生やして、髪の毛茶髪の、ソフトモヒカンみたいな感じにしたら、かなり似合うと思う。あかん。ドラが面相おしゃれですよね。似合ってると思う。
全然直ができへんけど。あの、直打が課題かなと思って、やってるんですけど、できる気がしない。暴れるね。いやー、どうなんでしょうね。何やねん。全然中華できへんな。きついんかな。オフやったらいけんのかな。なんて言ってるか分かる。こんばんは。安っ。これ入れ込んだかん。ちゃんとしてるか分からへん。タブした。何がちゃんとかが分からんけど。起きた。ちょ、やばい、めっちゃ下手になってる。ヒットボックスは、まあ、特にですね。あと、キャラを、ソニフォが、何やったっけな、誰やったっけ、ソーニャに変えたらって言われて、教えてって言ってたんですけど、なんか今忙しいみたいで。
いや、学校、学生ですよね。なんか、獣のイベント行ってんじゃないですか、今。多分。多分ゲームを作りたいからゲーム制作なんかそういうプログラマー系の学校って聞いたんですけどね、その日本に。いやー、ソニホはすごい。多分、そんな時間割かなくてもうまくなるんやろな。そう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 。早いな、押すの。こういうチーム。もう来週です。今週、ほんまや。早いな。タッチやらんって送ろう。と思ったけど、ちょっと待ってください。
待ってください。お、同キャラ対決や。タッチカーどこや。タッチさん、あとおったった。まあ、配信なるやけど。あ、俺どっち？俺どっち？危な！逆やった！お疲れーす。あれ強いな。待って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 。はい。はい。ケイ。ああ。出し切か、俺の出し切通らへん。だ。あいた。オーマイガー。チープ。クラッシュブローは何になるやつ？どういうこと？クラッシュブロまだ俺技名覚えられないかもしれない。やば。流行ないこれ。うまい。やる。すいません、ちょっとあの前の東京行く前にやった以来なんで、まだあんま仕上がってないです。ちょっとおサボりしてました。すいません。オーマイガー。痛い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 。これ、バツボタン連打したら、縦が効くって聞いた。よし。オーマイガー。いや、ドラゴンボールだけでしたね、今回は。
あ、でもちょっとだけデータとソファイブやりましたけど、ほぼドラゴンボールやりました。9.5 割ぐらい。そう、ダッシュ攻撃というか、前右キックはこっち有利です。かなり強い。主力技っすね。あ、クラッシュブロー、なるほど。そう、だこれ有利やから、こっから、そのまま固めれますね。その代わり、こいつ6フレなんですけど、コパンが、下に向いてる、下に向いてる、下に向いてる？そう、この壊しが結構負けるキャラいるらしいですね。だから、一概に、有利取っても、なんかちょっと読み合いになるみたいな、なんていうか。あー。おいおい、呼んだ。いや、安くない？確かにそんな来ないですよね。前田池使っていこう。今日の課題前田池。今日は少ない方ですね。わお。わお、わお。いやー。やろん。確かに。いや、おもろいね、やっぱり。このゲームは。立川に送ってみた。嘘。あ、ごめん。配信中やった。コロシアムビーストペン。キラス何が強いんでしょうね。もうその辺も全部聞いてきますわ。ソニホと、ソニホに、いろいろ聞こう。おわぁ！あ、痛い。やる。どうしよう、下がった。こんばんは。痛い。あー、今の対空出せんかわい。そこで使う。はい。痛い。
ね。あ、ごめん、入れてもだ。あ、よかった、オブジェ。あ、そうなんや。立川、あの、ソニフォーが優勝したキャラですよね。あの、ジャッキー・プリー。ジャッキー・プリー。トゲピみたいな。ライク通知。あ、ごめーん、ソーリー。おかしい、今のラグでしょ。チープ。ははははは。あ、ごめんごめんごめん。あー、ふざけんな、俺言うで。ウィーウィーウィー、やる、マージ。やばい。この人、ブッパカードや。あ、こっちや。見てからわかる。あ、あー、惜しい惜しい惜しい。よし。あ、うまい。わかった、なるほど。ちょっと待ったら勝つ。あ、また。すいません。立川駆使してた。だい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 。
そうなのね。俺も初めの方にやっちゃったわ。うわ、長っ。やる。いや、こんなもんだ。うわー、抜けれてない。ゴー、レッツ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 ゴー、イエス。おっ。タッチきついけど、あああ、おいおいおい、あー、いた。俺がいたから真面目や、真面目やっちゅう。ふざけんな。起きるぞ。はじめ。ふざけるね。あ、死なかった。ゴーイチはイングリッシュ喋れないよみたいな。He speak not English. ははって感じ。違うか。行くぞ、行くぞ、行くぞ、イエー、レッツゴー。なんじゃこれ。わお、very strong. 10 win? No lose. わお。10勝0敗の人が来た。壁太郎サブゼロやった。教えてくれるんじゃ、ありがてえ。グッド。
えいじゃういえはめたらはめたる。あ、ミスター、ごめんごめんごめん、ほんま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 ごめん、俺が悪かった。あ、うまい。無理や。あ、いた。しゃがまれへんの、それ。知らんかった。やめろ。はい。イエス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 。グッド。イエス。イエス。ごめん、ソーリー。アイムソーリー。ウェイ。アイムソーリー。あ、ごめん、アイムソーリー。抜けたよ。オーマイガー、イエス。マジか。じゃあまた早速ゲームを楽しんでいる。あ、オーマイガー。Yes, no. Oh my god! Shut up! Shut up! Ah, yes! Shut up! Oh my god! Oh my god! Oh!ゲームだ、そうだ。来たで。イエーイ。イエーイ。あ、ほしゃがまれへんのかい。うわ、逆やこれ。あぶね。
レイ、そのプリーズ。そう言われましたよね。そう言われましたよ。そんなすぐ強くなれたら、誰もがソニーホに勝てるで。えらい。あ、やる？やろう。ちょ、待って、これ終わったら、負けそう。よし！来た！はい、はい。この、10勝0敗2期と当たってるから、頑張る。やめて！痛いー！骨折れたー！ええ。ごめんって。えい、あ、入れ込んだ、おめ、あ、ミスってますやん、ミスってますやん、はいはい、おら、アイムソーリー、長押し、よっしゃ、うまかった今のは、さすがに。俺のゲージが痛い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 、あ、外したって、AI せ、 AI してくれ、許して許して、あ。カンペン置いてます？え、うせえ、確定やろ今の。切れそう。一時ぐらい？何時がいい？ドラゴンボールもやりたいから、一時ぐらいが、か、二時ぐらいか。わからん。いや、しゃがみっぱは、もちろん、ご存知でございます。絶対リスクあるんで、僕は、そんなにやりたくないです。あー、オッケー。何時ぐらいからスタートやろ。てへんねんけど、これ
30分後やるや。気をつけて。バッドエッジ。ちょ、マジさ。全然落とされへん、上を。うわー、ミスったー、弱ってる。終わったー。ソニーを見てると飛び落とすのマジうまいっすよ。そこにも差あるかもな。おお。ちょ、マジ。ほら、落とされへんもん、これ。そう、それも、その、上の、その、落とし方が、コパンとかシャガパンとか、使い分けがやばくて、そこすごい差ありそうっすよね。エロン来た。いや、俺多分まだ初心者抜け出したぐらいだと思うんですよ。プール抜けれんぐらいっすね、まだ。海外のレベルすごい高そうなんで。間違えた、何やってんの俺。このゲームがその 2D っぽくないんですよね。読み合いが 3D っぽいんで、かなり時間かかりそう、慣れるまで。
そうそう。てか、それはほんまにすごい読み合いが、変な感じですよね。そう、横移動のね、鉄拳感はかなりある。まあ、鉄拳そんなやってないですけど。でもなんか、そういう系の読み合いですよね。うわ、スポーキン来た。思い出さってもっとラグないんかな。もしかしてオフやったらなんかもっとさばけるとこあるんかな。その辺が全く分からない。一応前やってからあのスコーピオンは学んで、ワープするときは縦のラインがワープして、その後ろに現れるだけの何も攻撃せんのが縦のラインの防御のやつ一つ使って、派生の部分の攻撃を攻撃のあれを使ってたんで、結構それだけで、それ分かるだけでもかなり変わりましたね。そのまま来るんかな。安すぎた。うわ、安すぎた。
うわ、やったー。助かったー。でもコンボブレーカー中にやりますわ。そう、次のワールドツアーがコンボブレーカーやからすごいっすよね。今のは絶対にガードせないからな、俺が。もう立ちガードしかしてないな。中段目。うわなんでやねん。うわー、さすがにない。まだ目だと、途中にかな。でもまだ最近ちょっとあんまやってないですね。スコーピオン戦はまだマシになってるね。エンジョイ。最近研修いいね。ゲージ技というか、その下のあのゲージ技を使ってって感じですね。おるかもしれないですね。おらんかな？おるんかな？Sub-Zero Kung Lao Tarkatan War Cannon当たりました、当たりました。 Sub-Zero 強キャラな、どうなんでしょうね。強いって言って聞いたんですけど、今はなんか五強の中から消えちゃってますね、名前。多分ちょっと評価下がったのかな。ダッシュガード OK です。ダッシュガードか。わかんねどんな殴んで。いや、わかんないです。鉄拳どうなんでしょう。そう、オフじゃサブゼロに2択カードできるって言ってますし、トレモで試すと結構2択カードできるんですよね。
さんね。これなんなん？なんで？やばそうっすね。もう一つの方はなんかおすすめ次第って言われちゃって、あんま強くないですよって言われました。そうなのかと思いましたけど、あ、ない。さっき使ったよ俺。うわー、画面見てなかったー。ないないない。痛い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 。ほら俺だ、ほら俺だ、俺だ俺だ。燃えられる。そう、ループできないのか、そういうのかもしれないですね。いらっしゃいますね。一応これでなんとか対抗するんですけど、めっちゃ速くないと勝てんかったりとか、あとはコパンで落としたりとか、対抗超むずいですね。だっけな、コパンで落としたやったらなしか、これ。シャガパンやったっけな。確かシャガパンからここも行けたはずなんですよね。ちょっとやるかな。うまい。ありますね。コマンド投げは抜けられません。あ、コマンド投げなんですかこれって。知らんかった。
配信台で処刑されそう。そうです、冗談ですね。ただなんか派生でキックとかできるんですよね。そう、これで浮かしてコンボいけたはず。一回取れもしたのに忘れたわ。これコマンド投げなんかな。うせやん、ような好きなんだ。この後絶対この上入れるな。隠ってる。かっこいいかっこいいかっこいい。マジか。またやります。そう、こっからコンボ課題。この人マジ見えますね。まあ、駒投げやから、そうでしょうね。どれが駒投げかちょっと分かってないんで。駒投げ持ってるキャラどれだろうな。これしかやってないもんな、俺。わからん。最後に課題やで言うと、いや、ワープから駒投げたかったのに。立ちかまだかな。そろそろかな。もうごめんて。コマ投げ？これは投げですよね、ただの。あっていい。
ここで飲めるかな。うわー負けた。あー逆やったー。おお、返した。うせえやろ。立てだよ。ああ、終わったくせえ。きつい。え、絶対こっち言うやろ。出た。出たよ。出たよ。アメリカや。アメリカンゲーム。Yes, USA ゲーム。あと1戦ぐらいやったら立ちでやりますわ。確かに USA では屈伸からのビッグファンメール来るからね。日本やったら考えられへんからな。いや立川にはそりゃ屈伸からのフェータリティでしょ。え、あのマーシーでどうやるんだっけ。メーシーやったっけ。マーシーか。マーシーどうやるんでしたっけ。確かにマーシー決めた後に屈伸やろう。ドラゴンボール言ってたやつ何だっけ。悟空講座ちょっとメモとこう。ダッシュガードと悟空講座。オッケボタンスタイルチェンジしてから屈伸離す。OK。 あー maybe I'm strong I will strong able join 強くなったらノットストロング、ノットジョイン。ねえ、ねえ。これ直後の練習したんやけど、やっぱ熱帯じゃ無理っすね。
スタイルチェンジをしながらして3回。あ、ありがとうございます。よし。タッチに決めるしかないな。初さ、初回しで決めるしかないね。どうすんねん。わかんないっす。シューティングゲームですね。わあ、あ、そうなんですね。ありがとうございます。強気か。うわ、うまっ。ミスターごめん。まだガードするか、私。
お、いいですね。ぜひぜひ。そう、大阪やったら日本橋の K2 で売ってるらしいですよ。あの、投げー、でもあんま減らへんな、確かに。うわ、しゃがんだ。そうっすねー。いや、中段も下段も一緒っすね。200しか入らない。やろかした。おっす。じゃあ、コラボやりようか。ちょっと待ってや。まだにこのコンボを乱定せんわ。おいしい。うわ、逆やったな。ナイス。
いや、大体海外です。操作は全然似てないっすね。全然俺が今までやったゲームとは別もんかな。いや、見てないです。直後取ったら確定なんですよね。取りたいんやけど取られへんねんな。下手取れもしてもな、できてないんだよね。よし、やったことないっすね。ボタンガードはスマッシュブラザーズかな。あえて言えば。めっちゃ違和感ありますね。うまい。そう、今の負けんの勝てんの。いやー、まずい。呼んだ、おっしゃ。慌てすぎた。ペチペチペチ。ペチペチペチ。じゃあ下地からやりましょう。ちょっとごめん、飲み物取ってくる。飲み物。よいしょ。立川さん、え、嘘、やめとくの、なんで。分かった、じゃあやろう。部屋ね、なんかね、
ヘアは、これやね、クリエイティブ。クリエイティブ、クリエイト。立川カモン部屋作ったわ。だから多分立川はジョインから入ったらいいと思う。PC はきついですね。あ、今度お願いします。立川、来いよ。これ立川？絶対ちゃうやろ。これ立川？あれ、なんかいっぱい入ってた。いや、違う。許して。今日は許して。立川どれこれ？いや、とりあえず、この人は多分日本で一番強い人や。前ボコられた。立川さんやりましょう。すいません。これ、二人部屋とかで作られへんのかな？よくわかってないね。立川ちょっと待って。これ、待って。これって、間違えた。ちょっと待って。立川カモン部屋どこや。え、ちょっと待って。間違えた。あった。申し訳ない。二人部屋でどっちに。どうやるん。わからん。まあ、いいや。Excuse me. Faucet competitive this. OK? これが確か大会モードやね。OK, OK. This 大会モード。This tournament mode. Good. こっちですよね。Thank you.Thank you, Dave. 確か中下段でハメで怒るかな。あ、もうや。おお。なんかイヤホン外れた。なんでや。ちょっと待ってください。オッケー。ソーリー。あかん。立川。これ。障害の可能性ある。
あ、いける、やばい。確かは、まだあんま覚えてないかもしれんな。じゃ、ちょっとだけにしようか。ごめん。まだ俺も覚えてないわ。これ中断です。立川さん。立川さん、これ中断です。覚えましょう。立たないといけないです。確かに、立川、I, B と U って言ってたな。いた。じゃあ手抜いたらあかんな。あかん、もう負ける。あ、舐めてた。ごめん。逆投げやん。あ、ちゃう。逆投げや。これ、ワンチャン、立川さん行くっすよ。ちょっとだけにしましょうか。どちらもいいですけど、立ち川次第で。かくあんす。あ、やばい、立川すぐ理解が早い。さすがにやりすぎやろ。
中下段ハメやで。けどソニホはガードできるって言ってたから頑張ろう。あと中段ガードして氷まで出したら半額やからタチパンからコンボいけるわ。あと起き上がりとか結構ディレイ置きとか全部覚えなあかんな。このまんまやったらそう危ないから、起き上がりの種類いろいろあるからそれ覚えなあかんかも。確かに勝ちからコンボだけ知ってますね多分これ。そう、こういう起き上がりとか混ぜた方がいいと思う。そうなんですよね、かなり教えてもらえたんで。補強らしいですよ。あ、使った。いやまあでも多分システムの差やねと思う。さすがに使えてるかと思う。白姫来て確かにマイクオンにしろコメント欄見てるから。かかんす。
いやめっちゃお願いってしてた完全に待ってたスマッシュブラザーズ稼働初期にカービィでストーンで振るみたいな感じだった今やばい、立川逆投げしか知らん説ある。そんなことないか。対応力早いですよね、さすがに。めっちゃ大事ですね。大切ですね。しょがりん。しばから殺し。それで立川です。そうしましょう。申し訳ねえ。もうちょい覚えた方がいいかもしれないです。多分、起き上がりの種類覚えるのと、チュートリアルがあるから多分それやった方がいいかもしれない。すまん、申し訳ない。もうちょい覚えてからの方がよかったわ。すいません。
申し訳ねえ。多分覚え、はい。よいしょ。そう、システムわからんと絶対無理で、俺も初めそうやったんで、そっちの方がいいと思います。すみませんでした。というわけで、もうこうあります。紹介にクソベガネ。それ、ドグラが言うてる言葉や。ドラゴンボールやります。じゃあ、後半は。今からドラゴンボールで。で、2時間ぐらいやって終わりって感じで。で一旦、配信切りまーす。YouTube では配信しないんですね。あ、YouTube では後日載せる感じですね。終わります。すいません、立川くんもありがとう。じゃあちょっと終わってって感じで失礼します。